こんにちは。牧先生、今日は何を作りますか？はい、今日はプルコギを作っていきます。プルコギといえば韓国料理の定番のメニューですし、そうですね、あと家族でのこう大皿定番メニューですよね、はい。今日作るプルコギは甘口のタレにお肉を漬け込んで焼いていくんですけど、そこに野菜をたっぷり加えて作っていきたいと思います。はい、はい、材料はこちらになります。レシピは YouTube 概要欄にも載っています。 Instagram でも公開しますので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、では早速作っていきましょうか。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まずは野菜を切っていきますね。はい、はい、じゃあ野菜なんですけど、はい、この玉ねぎですね、はい、玉ねぎの切り方もちょっとポイントがあるので、はい、まずこの根っこの部分は切り落としてから、はい、結構玉ねぎ切るときってこう繊維に沿って切ることが多かったりするんですけど、うん、今日はお肉と炒めていくので、はい、繊維を断ち切るように切っていきたいと思います。その方がお肉と相性がいいっていう。そうですね、繊維がこう断ち切れているので、うん、はい、食べやすくてお肉を邪魔しないので、うん、そう。次は何を切りますか？はい、次は赤パプリカですね。はい、はい、パプリカも1センチ幅ぐらいに、はいはい、切っていくんですけど、もしパプリカ長いようであれば、はい、これも半分に切ったりして食べやすい長さに揃えてください。はい、はい、次がエリンギですね。はい、もうエリンギも、まあ、キノコ類なんでもいいんですけど、入れてあげると美味しいタレをよく吸ってくれるので、キノコ類何か1個は入れてあげるといいですね。はい、短冊切りになるように薄切りにしていきます。じゃあ、はい、このエリンギさんを、はい、同じように、はい、まず半分こした方がいいですよね。そうですね、縦半分に切ってもらって、はい、で、はい、こんな感じで、はい、ちょっと太いかな、大丈夫かな。大丈夫です。はい、で、あとは、小ネギですね。はい、はい、この小ネギはだいたい 3,4 センチ長さに切っていきます。はい、で、今日は小ネギ使うんですけど、はい、ニラとかニンニクの芽とか入れてもらっても美味しいので、それでは、お肉の漬けダレを作っていきますね。はい、はい、じゃあまず調味料なんですけど、はい、お醤油ですね。はい、はい、あとはお砂糖、はい、はい、が小さじ2杯入ります。小さじ2杯、はい、で、ここで今日のタレのポイントなんですけど、はい、すりおろしのリンゴを一緒に入れます。リンゴとか梨とかキウイとか、はい、ちょっと酵素が含まれている果物を入れてあげるとお肉が柔らかく仕上がるので、はい、ぜひ入れてみてください。はい、はい、果汁 100% のリンゴジュースとかで代用してもらっても、はい、はい、のでただジュースの場合は結構甘さもまちまちだから、それによってお砂糖を調節してもらうといいですね。そうですね、はい、はい、では吸っていきますか。はい、これ結構この押さえてる方も力がいるんですね。そうですね、うん、他の料理でも結構リンゴのすりおろしとかって使えます？やっぱりお肉のソースに使ったりとかが多いですかね。うん、あ、そう、お肉とやっぱり相性がいいんですね。うん、結構自然な甘さと酸味もあるので、うんうんうん、お肉との相性もいいんですね。じゃあそのまま今度ニンニクもおろしていきますね。はい、やっぱり大きく動かすと結構ガリッといったりするから、小さいものだったら細かくやってあげた方が、うん、細かく、うん、OK、こんな感じでいいかな。はい、バッチリです。じゃあリンゴとニンニクが入りましたので、はい、あとここにごま油、はいはい、大さじ1ですね。大さじ1ですね、はい、あとは胡椒、はい、胡椒ちょっとしっかりめに、あ、結構しっかりめに、はい、あ、結構入れるんですね。おつまみぐらい入れます、うん、はい、はい、で、このタレの中にお肉を入れていきますね。はい、漬け込む、はい、あとね、玉ねぎも一緒に入れちゃう。玉ねぎも、はい、はい、はい、これなんかこう
やる感じ。そうですね、うん、ちょっとお肉にまんべんなく行き渡るように揉んであげてください。玉ねぎも入れるんですね。なんかそう、お肉を漬け込むっていうのはよく聞くんですけど、はい、玉なんか野菜も一緒にっていうのが。そうですね、これも玉ねぎ一緒に入れてあげるとお肉も柔らかくなるし、玉ねぎによく味が染みて美味しくなるので一緒に入れてあげます。こんな感じかな。はい、 OK です。はい、そしたらこの状態で10分ぐらい置きましょう。はい、はい、では早速お肉を焼いていきましょう。はい、焼いていきましょう。でフライパンが温まったら最初にお肉と玉ねぎをこのタレごと入れて焼いていきます。はい、とか引かなくていいんですよね。ごま油入ってるから、うん、ごま油入ってるので引かなくてもいいんですけど、はい、もしくっつきやすいようなお鍋とかで作る場合はちょっと薄く引いてもらうといいですね。はい、でもこのままガッていっちゃっていいですか。うん、そのまま。はい、いきます。はい、はい、そしたら菜箸でお肉をほぐすようにして。お肉をほぐすように。はい、はい、お肉今日薄切りなのでくっつきやすいです。はい、あ、なのでそれをほぐすように炒めていきます。はい、でだいたい火加減は中火ぐらいで、はい、はい、ですね。たまにはこう上下返してやってあげると、はい、だんだん色変わってきましたね。あ、いい感じですね。うん、でお肉が完全に火が通り切る前に、はい、次の食材を、はいはい、入れていきます。ちょっと赤身が、ね、残ってる時ですね。そうですね。で今日はこのタイミングでエリンギとエリンギ、はいはい、パプリカを入れていきます。はい、お肉漬け込んでおけば炒めるのはもうすぐなので。そうですね、時短にもなりますしね。はい、結構お弁当のおかずとかにも朝ね、ざーっと炒めて作ってもいいと思います。いいですね。お肉に火が通ったところで最後に小ネギを加えて、はい、でネギはさっと火が通ればいいので、はい、ひと混ぜしたらあと火を止めてください。はい、こんな感じで。はい、もうちょっとか。大丈夫かな。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ火止めます。はい、じゃあ盛り付け。はい、じゃあ盛り付けもお願いします。はい、これだとね結構野菜がいっぱい取れるからいいですよね。そうですね、やっぱりお肉と合わせると野菜も食べやすくなるので。うんうんうん、まあ今日は、ね、パプリカとか入れましたけど、ほんと何でもキャベツとかもやしとかでもいいですし。こんな感じで、 いい感じですね、いかがでしょうか。はい、 OK です。はい、じゃあ仕上げにこれはお好みででいいんですけど、はい、いりごまと糸唐辛子を飾って完成させましょう。はい、いりごまはこう周りに。そうですね、パラパラと散らしてもらって、はい、であと糸唐辛子は真ん中にふわっと、ふわっとこんな感じで。はい、はい、できました。完成です。完成です。ではさやちゃん、はい、試食をお願いします。はい、いただきます。うん、ご飯が欲しくなりますね。しかもこの甘辛い味付けがご飯にも合いますし、お酒のお供にもなる気がして、結構ねちゃちゃっと作れそうなので、皆さん結構試しやすいんじゃないかなって思います。すごい美味しいです。牧先生、プルコギを美味しく作る魔法の一手間って何ですか。はい、今日は漬けダレにおろしリンゴを加えたことで優しい甘さとコクを出すようにしました。そこが今日のポイントです。はい、はい、じゃあのプルコギのアレンジ方法とかおすすめの食べ方ってありますか。はい、もちろんあの白いご飯のねお供にもぴったりなんですけど、サンチュとかエゴマの葉っぱとか、エゴマの葉っぱ、はい、でくるんで食べていただくのもおすすめです。はい、料理ノート、今日はプルコギを作りました。牧先生の魔法の一手間をご参考にしてください。このチャンネルではこれからも美味しくて体も喜ぶ料理を紹介していきます。ぜひ気に入っていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。